アミュレットの声優を知ってもらおう。はい、ニットミキと申します。出身地が大阪で、19歳になります。趣味が、絵を描くことと、歌を歌うこととゲーム全般をすることが趣味です。特技が、勉強中なんですけど中国語で、リスニングの方が実はというと得意です。やらせていただきます。大家好，我听中文很好，但我还是要学习中文。谢谢。ありがとうございます。中学生の時にたまたま帰ってきてテレビをつけたら、とあるアニメの第1話がもう始まるってことで見てたんですけど、もうそれを見てた時に、グラフィック、世界観がとてもすごくて、待って、この世界にどうやったら入れるのって思って調べたら、声優さんがいるんだ。入ろうっていうことで目指し始めました。声優になっていなかったら、結構、いとことか、めいっことかが多いんですけど、いとことか多いんですけど、おばあちゃん家とかに行った時に、子守を任されることがあって、子供が大好きなので、幼稚園児の先生、幼稚園の先生になっていたかなと思ってます。コミュニケーションですね。自分から話すっていうことがとても苦手なので、今日はどうだ？今日はいけるか？っていうので、ずっと毎日奮闘してましたね。そうですね、ブースに入って、初めてだったかな？で、よろしくお願いします。で、はい、始めまーす。なんて、第一声が、何々でって感じで、すごい硬くなってしまって、ちょっと、ニットさん、緊張しすぎ！落ち着いて！って言われたのがちょっと恥ずかしかったです。お箱っていうお箱はないんですけど、よく歌うのが、スーパーセルさんの君の知らない物語です。自分がやりたいのがアニメとかゲームとか舞台で、ちょうどその、強みが私と一緒だったので、じゃあここでやってやろうっていう感じで選びました。今後見てくださる方に、見ていて楽しいな、パパがやってるなっていう楽しみを共有しつつ、日々の疲れを癒してくれる、そんな声優になります。はい、まだまだこれから。